さあ、もう始まりますかね。さあ、ベスト4行ってみましょう。1戦目、アンノウン VS ランマ様。さあ、開幕ラリアットからどんどん押していく。あ、下下ですぐに割り込んでいく。龍炎寺もな、やっぱ強いですね。さあ、ハピバからここはめくって、あ、足狩りをやってますね。足狩りなかなか渋い選択肢。さあ、飛び道具で、ね、これのけぞり意外となくて結構つながっちゃうんですよね。しかし調子こいたせいかダブラリを食らって、しかしすぐ距離を取る。ランマ様のドマムが光る感じですが、体力が減ってるのはハガですね。ダブルラリアと体力減りますからね。ダブルラリをやりすぎて禁止過労死しますね。もうちょっとで死ぬとこです。危ないとこです。やっぱランマ様はこれスペースストーンなんで、ハガは死なせたくないですね。やっぱ交代の際にしばらくどうしても残りますからね。しかししっかりハガを死なせないようにうまいこと活用していって、まずはゼロを仕留められるかな。これ多分足りるでしょ。足りるでしょう。さあ、市長が過労死しない、ストーム使われる前に使ってやっちまおうという感じですね。おっと、これは大丈夫か。なんとか耐えているが使われるが、ここはストークで2人まとめて、とりあえずストークを防ぎましたが、本体はハガーだったためにロックしませんでしたね。かなりアンノウンつらい展開。間に合うパイプ、はい。さあ、やっぱり開幕振っていく。このカーペットがやっぱ飛び道具判定なのが、おっと、ダークホールを慎重に打っていく。空中投げからさあ拾えるんですね、これ。おー、すごい。しかし投げからはあんまり減らない、まあ、ゲージ回収的な意味が強いですね。そうですね、ゲージ稼いだ方がやっぱどんなゲームの有利になるんですか。このゲームもやはりそうなので頑張り時ではありますね。まあ、食らってる方もたまるんですけど、まあ、そうなんですけどね。一応当ててる方が効率はいいですね。ちょっと、まあ、得はしますね。お、跳ね返しから、さあ、よく分かんなくなった。ちょっとね、このゲームやっぱ難しいな。さあ、ハガー割と過労死しそうなムードあるが、そう、ハガーの体力自体は全部回復可能になってるんですけど、すぐハガーの出番が来るためになかなか回復する時間がない。どうしてもね、ドマムをずっと一生地面出て戦ってるタイプのキャラではないので。ゲスカシゲダン、カシゲダンが刺さる。さあ、青さんでもっとつながってない。さあ、航空にも強いフェリー。ダンテがそろそろやばいのか。しかししっかりジャムセッションからリターンを取っていく。あーと、これ届かないシーン結構多いですね。たまらず発動。しかしゼロは比較的耐性のある方のキャラ。これはよく見かけるやつ。草原夢中、箱の中で暴れていれば言うほど困らないという。ブンブンブンってしてればいいっていう感じですね。あ、やばいやばい、やばい、歯がいなくなる、いなくなる、やばい、やばい、あーっと。さっきはこのハガーを結局倒しきれず、辛いシーンになってしまいましたけど、今回はもう使ってますからね。ちゃんと跳ね返してますね。慎重に最終的に、あ、あ、草原夢の分身に当たった上にハガーもやられてしまう。これは厳しい。さあ、これ1対1でゼロを仕留めてはっていうプランなんですか。間に合うかな。間に合わないでしょ。確定なの間に合わないですよね。これはソウルストーンを無駄打ちしてしまった形で、青さんワンチャンがありますね。なんていうか、青さんはちゃんと飛べるんですけど、リスクが高いと判断したのかな。活動がまだできますが、あっと、コンボミス。しかし、あー、刺さってしまって、これで 1-1。
ツが多い感じもありますけど、ミスってからのフォローが本当に早いですね。抜群に上手いですね。さあ中下を仕掛けに行くと見せかけてダメだったらちゃんとジャンプでフォローしますね。ランマさんその辺上手いですね。さあこれは結構厳しい攻めになって、さあどうする、スペルを貯めて固めて、さらにこれちゃんと使ってから使ってましたね。交代が刺さってそのままおっとこれはやれるのかな、ちょっと厳しい。しかし助けに行ったゼロも助けきれず、なんとか、あうわーラリアット置いてある。ここはあっとハガーがかする。このゲームゼロ得意技、無敵があって飛び道具で追撃ができるのはなかなか、追撃できるのがやばいですよね。ゲージ回収できちゃいますかね、ある程度。あっとどうしてもやっぱダブルアリアットに引っかかってしまうシーンがあります。これはダークホール届かないところから割り込んで、ダブルアリ隠りましたね今。これつながるんだっけ、上の方だとつながるんですね。あんまりシーンはないですけど、対空ダブルアリからのって感じでしたね。かなりうまいですよ。さあソウルサーチ、あソウルストーンたまんなそうですけどね、これまあ25% はたまるかもしれないけど、ちょっときついですねこれは。ですね、でも今頑張って貯めようとしてます。勝利プランがそれですからね。貯めようっつっても、まあダメージ食らうかソウルサージ打たないとダメだから、まあ分身中にソウルサージ打ってるのがなるほどというところですが、これ1回発動あるかないか必死で貯めてます。一人増やしたいんだ俺はという意思を感じますね。でも 50% で復活してもこれあれなんですよね。あーしかし逃げ切れず、あそうですね、 50% で発動しビーム打たれるたまに見ますあらら、発動すればレベル3を無敵で打てるそうそれもあるんで届かず。アンドン結構ダブラリに突っ込みがちなところがありますけども、攻め系が強いですからね、ダブラリと悪い意味で噛み合ってしまってるのかもしれないですね。さあうまい、さあ拾えない、タクしっかり拾える。これののけぞりが全体的にやっぱ長い通過当たっている。ドマムがね相当上まで逃げていくと拾いきれないところが多いですね。しかし投げが刺さって回復可能ダメージゼロ、まだ死なない、まだ死なない、どうする、使っている、あーっと使っている、あるある、あーまだ生きてる、まだ生きてる、押し込みすぎました。さあ歯がうまく出して、板を入れ替えたいがまだ入れ替わらない。しかしスペースが溜まっているので、まあ、どっかで使っていきたいですね。まあ、歯がで使うのはあれですが、まあ、でも相手の体力かなりあるから使いどころが難しいな。難しいですね。もうちょっと減らしたいですね。半分ぐらいに減らせればワンキルがありえるんで。あーっとこのキラービー判定が強すぎて、判定が強すぎてなんとなく当たってしまう感じの技なんですよ。そうですね、めっちゃ先っぽで当たりますよね。こうこうさあ果敢に攻めていくもののダブラリ交代してると体力落ちちゃうしな。なんかすげえ真っ赤ですけど市長過労しますよ。あ地味にリスクが顕在化してる感じです。さあやっぱり回るしかなくて、あっとサージスペースストーム打てず2-2です。まあ目いっぱいで楽しんでいこうと思います。さあダブルラリアットに対応し始めてますかね。なんかエアプレイでうまく避けたりであったりとか、ギリギリ引っかからないように動いてケアしてますね。うまくそうこの潜水山普通に床バウンドなんですわ。ここあ繋がってない。しかしこの状況かなり厳しい。繋がってしまってカウンタースイッチを出すものの、おっとラリアットなんとかラリアットで切り返す。このプレッシャーきついですけど、飛び道具草原無飛び道具は
できるだけガードでしのぎたいです。言うほど削れないんで。おっと、手高刺さる。ここは届かず。おっと、当たってしまっている。ちゃんと空中ガード、中下段同時を防いで、ここでピュリが刺さる。さあ、これはゲージがないですよ。これはさすがに発動はしないと思いますが、普通に死ぬのではと思った矢先にミスってしまって、さあ、この固めが厳しい。ダンテのこのジャンプ空中ダッシュやってますけど、ジャンプを基本ボルドムーブっていう必殺技でやってるんですね。だからスカッても飛べるという、ボタン2つ押しで全然出るんですよね。さあ、ここは別のスペルをため直していく。しかし裏からの空対空を食らって、さあランマ様はこれハガーかドマムかどっちでもいいんで、1体殺してスペースに閉じ込めてそのままなんとかしたいところなんですが、ちょっと体力がやばいですね。ハガーの間に合わず、ピューリーが間に合わず、2人ともチャージショットを食らってしまって、こいつ本体側繋がってなかったんちゃうん。なんとか逃げるものの、あ、これはこれはマジンガージャムセッション。いや、素晴らしい判断。ハンギーかギーさんかみたいな。開幕避ける、ギリギリ避けていって、さあ少しずつ牽制しながらスペルを貯めていくドマム。この辺り結構やってますよね、多分ランクマとかでもやってると思うし、この間 YouTube でも、あ、おっと、チュミが出ましたね。なんとか片目が来る前に避けて、あっと刺さってしまう。これがめちゃめちゃきつい。位置入れ替えましたね。すごいですね、かなり精度が高い。さあ、飛行症のが裏にも判定があって、ここはしのいだかと思いきや、あ、繋がってない。でもガード中のカウンタースイッチになりましたね。しかしさらに固めが続いて、ガードが硬い。ガードしている。相打ちを取っている。あっと、ひたひた強かなと相打ちになりましたね。さあ、この七星旋空が結構良くない技というか、普通に控えも巻き込むのがすごいですね。ロックしておいても、そうなんですよね、あれね、どうなってんだよ。さあ、しっかり最終段跳ね返しているが、カブトアリが刺さる。チュンリーの猛攻を耐え切って攻めのターン。ハート7選手のチームがあれなのは、これソウルストーン選んでるんで、あのチーム的にはパワーとかでまあありかなと思うんですけど、もう一回出てきちゃうんですよね。そうそうそう。しかし先にガモーラを倒しきれそうな雰囲気。交代するか？いや、これ多分死ぬやつですね。バラバラバラって。しかしチュンリーを削れていないっていうのはなかなか不安材料です。そうね、チュンリーめっちゃ残ってますね。とりあえず逃げていく。あー、きたー。これが結構痛いんですわ。転生客の発生がめちゃめちゃ早い上に、どっちも単発みたいな感じなので補正があまりかからない。威力です、激高ですね。これ本当に危ない。投げたのチュンリーなの。そう、チュンリーが投げて、さあこれがめちゃめちゃきつい、きついきつい。なんとかバック捨てで逃げれる。いやマジっすか、今のって言いたくなりますね。さあ素晴らしい。ちょっと相手のミスだったのかな。これちょっと空いたところになんとかバック捨てを差し込みましたね。さあ、これでもう1回の復活はまずないのかなという感じですが、相変わらずチュンリーがどんどん押してくる。なんとか立ち回りたいが、チュンリーの方が足が速い。魔人化で体力回復と立ち回り強化を図る。ストークで突き消し、転生客で逃げていく。さあ引っかかってしまうが、ちょっと高すぎて拾えず、拾えない。さあ青鬼で距離を取っていくが、パーペットに刺さってしまって、これはさすがに足りるでしょう。逃げ時弾、あ、足りますね。これこれに加えてカオティックで、はい、まずはユキさんが1本バクステ刺したところが馬がありますけど、ちゃんと治療だったので。さあ、といったところで第2ラウンドですね。ギリギリアースショットに届かない前をキープしていたが、
空振ったの隙を見逃さずに、差し込んでいって、そこからコンボといったところのハードな選手。さあ置き攻めはどうする？普通に飛びが通って、飛びは重ね下段とかには勝てるんで、その辺は割と飛んでいいとこなんですけど、今は単純に重ねミスかな。あ、なるほど。このゲーム下段ジャンプ以降とか技引っかかるようになったんですけど、下段は普通に刺さないので。おっとソウルサージ、ソウルサージからコンボに行って、さあ割り込まれるが、ハンマーの有利が減ってるので相打ちになりましたが、そのまま押し込んでいって、これは再びスペルを貯めて、これは置き攻めに行くパターン。さあ変に空いているので崩れてし、暴れてしまったのかな。アドバで何か漏れた感じですね。さあとりあえず、あ、レベル3パラしていく、ガードが間に合って、きちんとガモーラが帰る前に反撃してますね。レインストームの方が刺さって、ここは安定のストーク交代から、距離も中限もあるよって感じですが、全部ガードしきっている。さあここのチュンリーからしっかり逃げ切れるかどうかというダークホール置いてあって、下段が刺さって、ここはちょっとこれは中下段同時と思いきやめくりなんですね。これこの辺は下下の天気を転生とかもあるので、その辺の兼ね合いもあって表裏宅に行った感じですかね。詰めてはたんで、さあ暴れていく。なんだかんだでこの相模教官も強いと。おっとこれは、これは次中段だけだった、中段だけだった。天正客をケアしたんですかね今の。多分そうでしょうね。あああああ、さあ置き攻めの形、裏に回ると思ったら回ってないと。さあきっちりレベル3、チュンリーの体力もあんまないですね。もうこれはかなりいい形です。これはソウル発動でうまく巻き返しを図らないとこのまま終わるまでありますが、さあ一旦発動、さあレベル3パラしていく。しかしきちんとダークホールでケアしていく。あ、うまい、ちゃんと見てる、やばい。さあこの交代せざるを得ない。いやー、逃げながらのバックダッシュして落としましたよこの人。いいですね、いいですね、ああいうのあるんですね。さあスペースで引っ張ったのにずれる感じですね。あっとお見合いになった瞬間、下段先に刺したのが雪団体。さあチュンリーアウト。さあ妥協がない、ちゃんとノーゲージで妥協がない、素晴らしい。あっと削れてしまう、削れてしまう。まあでもこれストーク残る形になって、あ、残ってないな、残んないんだ。さあいや 3-0、 こいつはすごい。ハートナナさん何問か取る。おっと早速レインストームが刺さってしまって、ここはクレイジーダンスからのスペルためルート。はい、1回使ってからの、さあ置き攻めはこれはカーペット持続からの固めですね。さあ中段の後の下段、下段きっちりガードしているアンヌン。レインストームで華麗に下げてからのコンボで体力を5分に持っていく。ここは補正切りパターンが通用せず、勝ちでやるとアドバで変なもんが漏れたりしないです。さあダークホール引っ掛けていく。さあここはやはり裏回りかな、やっぱ雷神賞とかありますからね。そうですね、あの勝利をケアする、まあ、感じのやり方じゃないと危ないですからね。しっかりしていると、ここはカウンタースイッチに対する重ねが少し遅かったか。ここはあとこの位置関係は大丈夫か、相打ちになってる。あ、普通に株取りが刺さる。あっと変な漏れちゃった。さあちょっとボタン押しすぎましたかね。あ、ワープ交代、これかなり速い速度で裏から攻撃できます。まずはゼロを仕留めて、そう、これは
そのままストークか、ストークですね。復活したとはいえちょっと動きづらいです。うわー素晴らしい。さあ2人ともケアしながら殴っています。どっちの攻撃も食らっていない。さあこれ復活したものの2人とも殴られちゃってすげえ辛いみたいな感じになってますね。これソウルストームの厳しいところ、画面が見えすぎている。おっとこれはこれはかなりきついが、ガードしているが、これは少しずつ削っていってもいいかなという感じですね。さあこれチャージショット貫通しないし、単発の飛び道具判定なんで多段のカーペットに対して、さあ第2試合先手を取っていくのはというか、まだまだそういう段ではない。うまいこと下げていますね、ノマムで。そうですね、ジャムセッションとかになんか反応しているのか、まあ、そういうケアなのかわからないですが、きちっと避けていますね。素晴らしいですね。さあギター引いてガードされたら交代と。魔人化で隙を消しましたけど1ゲージ失うのは結構でかいですよこれ。おっと今のからちゃんと拾う、結構難しい拾いでしたね今の。さあこの形はこれはクレイジーダンスからのやっぱスペルダメルートの、スペルダメルートからの。さあどうする、これは前後転全部フォローですね。で、雷神社もあるか、これあるんかかりましたね。あと、確かにケアするやつだなと思ったんですけど、まあ、とりあえず一旦交代して落ち着こうということですね。さあしっかり航空からでも拾えて、ちょっとミスったが、おっと、珍しい。しっかりこういうところではダークホールをちゃんと打てる。これは使うかな、これは殺しきりか、溜めて溜めて溜めて、ちょっと足んないか、どうだ。さああちょっと足りないけど、いやー素晴らしいですね、まあ、今のは下手に交代するのも微妙かなって感じなんで、そっちの方がいいかなっては思いますけども。さあ兜割りが置いてある、ダークホールも置いてあって巻き込まれている。これはやばいですよ、これ2人とも死ぬパターンですか、ね、死んだのありますよ。あっと繋がってなくて、フォローしたものの、あーちょっとゼロ仕留め切っている。これ圧倒的ですね、箱に入れておしまいですね。さあこれしのぎ切っても体力差がかなりある。跳ね返して、さああのさなか跳ね返しを選択できて素晴らしい。最後はジャパンエンジェルの飛行が混ざってますね。飛行中は空中技キャンセル、空中出し空中出しみたいなのができます。ハピバするものの、ものの機械のダメージがね低いんですよね。ここは使っていく、あちょっと間に合いそうで間に合っていない。さあワンチャンあるか、さあアンノウン粘る。さあ先生溜まったね、もう箱に入れちまう作戦。さあおっと暴れていって、さすがに届かず、それは当たらない。もう一発が削れない、粘ります。さあまだ諦めていない。すごいな、粘りますねマジで。あーとついにガンセッションが引っかかる。アンヌン相当粘りましたね。さあトーナメントポイント取ったユキ選手 VS、サンボ取り返せるか。アンヌン、おっと怖い怖い、後から飛んだ方が高い。しっかり雷光も割っていく。雷光を使ったのを見てもなかなか手出せないんですけど、しっかりしてます。そうですね、ちょっとしか隙がないタイプの技に対して、ね、素晴らしい反応を見せてますね。すごいな、もう、まあ、かなり2人とも画面がめっちゃ見えてますね。めっちゃ見えてますね、これ楽しいでしょうねこれ。よくあのやむちゃ視点っていう言葉ありますけど、まさしくそんな感じを受けてますね。さあ兜割りがこれ何気なく悪質なんですよねこれ。
さあ跳ね返しているが、さあまだターンは入れ替わらないが、さあ引っ掛けて、掛けからコンボがうまくいかず、おっと交代攻撃の方が強かった。ストーク、スペースで寄せて、さらに固めていく。とさあどっちだっていう感じになって、しっかりカウンタースイッチへの対策も完璧。さあビームって、ダンテがカウンタースイッチで出てきても無敵技とかないんで本当にガードするしかないですからね。おっと青が、うわーびっくりした。さあジャムショも届かずが、カウンタースイッチ、ここは溜まっていた。あちょっと嫌な感じ、離していくが交代で、あ当たっちゃった。思ったより判定でかい。ボタン押したら光ったケースだな、今のでかいですね。かなり前より判定でかいというか、ここまででかいとは思わなかったな。さあ復活したものの、え今のマジ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 今の届かず、さあかなり絶望的。しかし先ほどのような自力を見せてまだワンチャンあるか。さあ草原部に使えるゲージもこれで最後だと思うが、ドマムがしっかり逃げ切って、さあ下にカーペットが敷いてある。魔人化で立ち回りを盤石にしていく。あと少しだが粘るアンノウン。さあ捕らえられず、まだ下段をガードしている。さあマジで畳みかける、避けている。さあっとこれが厳しいが、ついに